はいということで、えー、今回なんですけど、えー、と僕はね今、あのー、大学4年生、まあ、とある大学の4年で、あのー、もうついこの間ね卒業が確定してね今月、まあ、2020年の3月に卒業するんですけど、あのー、大学生っていうのは基本的に卒業するにあたってねあの単位っていうものを。 取らななきゃいけなくて、まあ、大学からこう決められた、ね、所定の単位数っていうのがあってそれを満たすと、まあ、卒業できるっていうね、まあ、簡単に説明するとですけどっていうのがあの、まあ、基本的なシステムで、まあ、もちろんね僕も卒業できるんであの所定の単位数を取り終えたということなんですけどあの、まあ、その単位取得にあたってねあの <laughs> 一つエピソードがありましてあの今回はねそれをお話し,したいと思います。 でえっと、まあ結論というかそのエピソードをね簡単に説明するとあの偽装しして単位を取得したという話になります <laughs> はいって言ってもまああのすごい簡単に説明すると偽装して単位を取得したっていうことなんですけど偽装って言っても何て言うんだろうなこう変わり身受験をしたとかあのそういうことではなくてもちろん僕が受けてあの単位をもらったんですけどそのテストを受けるまでの過程で まあ、偽装したという話になります <laughs> ということであのー、まあ僕ね一応卒業は確定したんですけどこれから話すことによってあのー、僕のね卒業が取り消しになるとかそういう危険性もありそうなんで今回はね僕が所属してる大学をちょっとね大学名を伏せさせてねいただいてあのー、そのどういう手順を踏んだのかっていうのをね <laughs> 説明していきたいと思います。はいといととうことであのー 説明していいきたいと思うんですけどまああのー、まず前提として、まあ、ほとんどのっていうか普通のね大学生はだたいね4年生になる前までにあのだから123年生である程度ね単位を取って4年生はほとんど単位を残さずにできるように頑張ってで4年生は就活に専念して終わったらまあ、残ってるね少ない単位数をとってあとは遊んで卒業を待つだけみたいなのがだいたいねあのー 大,体のまあ大学生の王道ルートというかになるんですけど僕はね結構123年というか特に3年生なんですけどでちょっと遊び過ぎたのか何なのか原因は分かんないんですけど結構サボっちゃってね単位結構落としたんですよ <laughs>。であのどんぐらい落としたかっていうと確かね3年生大学3年生の前期まあ僕の大学はね前期と後期っていうねあのまあ2期生というかだったんですけど前期であの授業を24年 単位分取得というかあの履修してたんでですよでそのうちの,あの僕は確かね8単位か10単位確か10単位ぐらいしか取れなくて、まあ、要するに半分以上落としたっていう <laughs> そうそうそうそんぐらいねあの結構落としちゃってしかも前期で落としちゃうと何が痛いかっていうと、まあ、後期で落としても同じなんですけどその例えば3年生だったらもう1年で取れる単位数が決まってるんですよ。履修できる授業数数というか単位数が だからもう一回落としちゃうと基本的に挽回はきついっていうまあ再利っていう制度もあってあのまあそれは学部によってねあの違うんですけど落とした分はちょっとだけならあのもう一回取り直せるっていう制度もあるんですけどもう14単位とか落としちゃうと基本的にね挽回ほぼ無理みたいな何 <laughs> でも次の年にあのその落としちゃった単位数を回すしかないっていう感じで僕は大学3年でね結構落としてもうその大学3年生が終わった時点で 3年生の前期か前期が終わった時点であのー、大学4年生のにあの単位がね16単位ぐらい残っちゃうんですよあのー、順当に行けば123でたくさん取ってる人はもう大学4年生で4単位とかしか残んないんですよ普通に順当に行けばでも僕はそこ16単位ぐらい残ってて大学3年生 の前期が終わった時点でしかも大学3年生の前期が終わった時点で16歳に残ってるってことは大学3年生の後期でもっと落としたらその分がね大学4年生にさらに回るっていうだから最低で16でそっからね増える可能性がある大学3年生の後期次第ではっていう状況でその偽装を行ったのはねまあ大学3年生の後期の話なんですけどやばいやばいやばいこのままじゃやばいってなって大学3年生を終え,終えた時点でやばい落としすぎたってなって大学3年生は。 のテストは頑張ろうと思ってたんですけど、あのーまあ、諸事情があってね僕ね、あのー、大学3年生の12月くらいに借金を45万ぐらいしまして <laughs> そうそう45万ぐらいしちゃってで、あのー、基本的にテストっていうのは大体年明けの1月2月とかあの後期のテスト。 だったんですけどその時が本当にねもう初めて借金したもんですからマジでねあの焦って僕アコムとかであの消費者金融から30万とか借りてたんでもう怖すぎて何があるか分かんなくて初めてだったんでだからもうちょっとバイトして返さないと,と思ってバイトしまくってたんですよもう12月に借りてもう「早く返そう早く返そう」って感じでなんでまあ毎月ねその時は月18万分ぐらい。 バイトしてほとんどをね返済に当ててっていう日々送ってたんであのもちろんね学校にも全然行かないし <laughs> テスト勉強もねあのまあテスト前にちょっとやればいけるだろうとか思ってたんですけどあのまあねあのテスト前日ですよ前日まあ次の日がねあの一元からテスト。 があってその前日もねもちろんあのバイトでしかも僕ねバイト先が家からドアトドアで片道1時間ぐらいかかるところでやっててあのー、しかも居酒屋だっったたんんでで基本的に夜型だだすよだから帰ってくると家に着くのがもう1時過ぎとか深夜1時過ぎってそっからまだぐだぐだしたりお風呂入ったりとか、まあ、洗濯したりとかいろいろあって結局ね寝るのが2時半とか早くて2時半とか。 で遅くて僕結構夜更かしちゃうんで4時とか4時半5時とか6時とか <laughs> っていうねあのクソみたいな生活を送ってたんですよ。で案の定ねああのまあさっきも言った通りテスト前日1限からテストあるね前日もバイト入っててで家帰って1時過ぎでそっからまあなんかぐうたらして。 やろうやろうと思ってたんですけど、まあ、YouTube 見ちゃったりあとこうネットフリックス見ちゃったり、まあ、誘惑が非常に多くてですね、まあ、ダラダラしてたらどんどん4時5時とかになっちゃってやばいやばいやばいってしかもそれまでほぼノーベンみたいな <laughs> 一元のテストほぼノーベンみたいな状態でやばいやばいやばいってなって、まあ、そろそろ始めようかと思って始めたんですけどもう今度ね睡魔に襲われてしかもその時結構錬金してたんで疲れてたんですよ。 まあ言い訳なんですけど。<laughs> だからちょっともう体もね、あの拒絶反応を起こしてて。でもうちょっとこれ無理だと思って、僕ね、一回寝ようと思ったんですよ。もう5時半とかに。<laughs> もうテストまでね、あと4時間ぐらいしかないのに。一回ちょっと1時間ぐらい寝て、回復してからね、やろうとか思って、あのー、一回寝たんですよ。1時間でアラームかけて。けど、やっぱね、案の定僕ね、寝坊しまして、起きれず。で、起きたのが、 確かに、ね、あのテストが9時半からだったかな9時半からで僕起きたのが9時50分に起きたんですよ。<laughs> でその時点でねうわーってなったんですけどでも僕の通ってたねその大学はあのテスト始まってから30分経つまでは遅刻してでも入室はできるんですよだからテストは受けられるみたいな30分経つ前までにつまり9時半開始だったら10時までにあの試験教室にたどり着ければテストだけは受けられるっていう状況だったんですよ。 なんであのもう僕ねパジャマでもうその時原付で通ってたんですけどバイクで通ってたんですけどあの原付で走らせてしかも原付でね本当にちょうど10分ぐらいの距離だったんですよ早くて運がよくて信号とか待たなくて7分とかで着くとかいう距離のねあの大学でもうめちゃめちゃ飛ばしてあの行って。 でね、あのー、めちゃめちゃ大学着いても走って教室行ったんですけど教室着いたのが確か10時3分だったかなっていう感じであの3分過ぎてて、あのーまあ、とりあえずね教室入ってあの試験監督に、あのー「ちょっと今からでも受けられないですかね」みたいな言ったんですけど「いやもうダメです」みたいな言われてでその時ね僕もうはっとね、あのー、思いついたのがもうこれはったりかますしかないなと思ったんですよ。<laughs> <laughs> もうその場でなんでちょっと来る時にちょっとバイクで事故っちゃってみたいな感じで行ったんですけどいや駄目ですみたいなとりあえずあのそういう事情があるならあのその試験監督私じゃなくて学部事務室に行ってくださいっていうふうに言われてまあ僕法学部だったんですけど法学部事務室にそのまま行ってちょっとこれこれこういう理由で,でまあそこでもねハったりかましたんですけどもちろん <laughs> あの寝坊したなんて死んでも言えないんで。 あのちょっと来る途中にちょ,っとちょっとバイクでこけちゃってみたいな行ったらなんかねその事務室のおばさんはなんかその証明書さえあれば再追試というか再試験受けられますみたいなそう証明書っていうのはどんな証明書かっていうと例えばその事故、まあ、こけちゃってどっか痛めたみたいな体痛めてでその病院行ってあのー。 診察しててもらってその病院であのこ,のかこの人は、まあ、事故によってここをこんな感じで痛めましたとかいうその証明書をもらってきて持ってきさえすればあの再試験受けられる可能性があると言われたんでもうこれ本当にあに倫理的にはねあんま良くないかもしんないんですけど正直ねその時体は別にどこもね痛くもないし。<laughs> あのその事故あ とかこけたっていうのはねあの正直嘘なんですけどもうこれ本当に単位のためには行くしかねえなと思って僕すぐさまね接骨院行ったんですよ。で接骨院行ってあの、まあ、事故ってもないし体もねどこも痛くないんですけど、まあ、強いて言えば腰がちょっと痛いぐらい。<laughs> であの、まあ、接骨院行って接骨院でもねあの本当に申し,訳申し訳ない気持ちで貼ったりかまして貼ったりとかまか、あ、嘘ついただけなんですけど <laughs> ちょっと。 なんか腰っっちゃたたみたい,だよみたいなでそ,うその時ね腰もあんま痛くなって痛くなかったんですけど俺は腰が痛い腰は痛いしかもバイクで多分やったんだっていうねあのそういう自己暗示にかけて、まあ、そういうある種のね演技みたいな、まあ、そういうモードに入って接骨に行ってでこうなんかねあの整体師さんというかそのスタッフの方もねなんか僕の腰を押して「ここら辺痛いですか?」みたいな聞かれて。 そんな痛くないんですけどあそこら辺痛いですみたいな <laughs> ことをやってあのなんか挙句の果てにねなんかここら辺ね包帯ぐるぐる巻きにされてでなんかねあの見事ね診察ってかあの証明書ゲットしてでとりあえずね「ふう」って言ってあの中大あ間違えて言っちゃったよ。まあ、今のはねあの聞かなかったことにしてほしいんですけどまああの僕の通ってる大学。<laughs> のの事務室にねその証明書すぐさま持ってってて証明書持っ,てったらなんかねそれとプラスなんか書類みたいなのを書かなきゃいけなくてでそれも一緒に書いて出したらなんか数日ぐらいでその再試験を受けられるかどうかの通知がメールかなんかで行きますって言われてメールだったかな確か。って言われてなんかね待ってたら2日後ぐらいかなにあのー、再試験できますよっていうメールが来てであのー、まあね あの再試験を受けて再試験は寝坊せず行ってちゃんと受けてしかもその授業ね結構イージーなやつで持ち込み課だったんですよ。持ち込み課っていうのはまあなんかねその決められた資料とかを持ち込んでいいっていう授業なんですけどテストかなんですけど、まあ、そういうもので確かね何ていう授業だったかな英米法とかってやつだったかなちょっと違うかもしれない忘れたんですけどっていうやつで、まあ、それをねあの再試験受けたら見事ねあの C 判定をいただきまして、まあ、C 判定っていうのはつまり。 単位を取れたっていうことなんですけど、見事ね。あの2単位ゲット <laughs> しました。というお話です。はい。<laughs> そんな感じですね。まあ、正直ね。あのやってること自体はね。全然いいことでもないし、むしろ悪いことに分類されるんじゃないかなとは思うんですけど。でも大学生だったら結構ね。あのやばい寝坊した。しかもこのテストを落としたら留年するとか。 いうう状況ってね意外ととあり得ると思うんですよまあ <laughs> わかんないけど <laughs> 僕が思うにね結構ありえる気がするんでだからそうなった時にあの、まあ、今回のね僕が話したようなエピソードのことをね参考にしてくださいって言うべきではないんだろうけどでもあの意外とね大学ってイージーなところが多い。 気がするんで僕の個人的な意見としては意外とあれこれ許されるのみたいな <laughs> っていうところがね結構あるんでなんかもう本当にね留年するぐらいだったらちょっとした嘘ついた方がマシじゃないですかって僕は思うんですよあくまで僕個人の意見ですけどその時にまあどういうあの判断基準かは人それぞれだと思うんですけどでもなんかそうなった時にう嘘つくのは。 倫理的には良くなないいことかもしれないですけどでもやれるだけのことはねやった方がいいというか僕はね結局それで単位取れて卒業も決定したんであのー、まあやれるだけのことはやってそれでもダメだったらまあしょうがなく留年っていうまあこれは完全にこっちのまあ生徒主体というか生徒主観の話にはなっちゃうんですけどでもあのー、基本的に自分の ことじゃないですかまあ留年してねあの嬉しいのは大学だけで、まあ、授業料が余計にもらえるっていうところでまあいいかもしれないんですけどまあでも授業料ってね基本的に僕とか私立の大学通ってるんで半期で五十何万とかで1年間で110万とかそんぐらい120万とかそんぐらい行くんであのそのね単位だけでその分のお金払うって考えたら。 ものすすごくででかかいいじゃないですか60万とそんぐらいの嘘をつくっていうそれをは、ね、かりにかけた時にまあ僕はその時に嘘をつくっていう選択をしたよっていうかまあ僕は今回あの留年は別にかかってはなかったんですけどまああの間接的には関わってたってことでまあ僕はそこでね嘘をつくという選択をしたっていうだけの話なんですけどまあねあのー、正直嘘は。 別に誰に誰も迷惑かかけななきゃいいかなと思うんですよ僕的には今回も別にねあの誰にも迷惑かかってないと思うしまああのなんていうんだろうなこう倫理観的な話からしたらその接骨院の方をね騙すというかそういうような形にはなってしまったかもしれないんですけどそこにはねちゃんとしたその対価というか僕はその接骨院の診察料というのを払っているしなんかそこでね別になんか迷惑とか別に。 かかってもないしその接骨院としてもねあの一人の客が来たっていうただそれだけの事実なんであの客観的に見たらね第三者目線からしてらそれだけのことなんで僕はその点に関してはねなんか人に迷惑をかけなければまあそういう嘘もついてもいいかなというかまあこれ完全にねあの自分を正当化してるだけなんですけどまあ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 それは置いといてもまあ,あのそうなった時にねあのなんかいろいろ考えてね どうするのかどういうのがいいのかそして何を優先するのかとかいろいろ考えてねあの自分なりの判断を下してあとはねなんかうまくやっていただければなと <laughs> 思います。まあ、これがねエフラン大学を今年のね3月に卒業する僕からの唯一のねあの後輩とかに後輩かに向けたねメッセージというかアドバイスになります。 まあそもそもあのそもそもですよ寝坊しなきゃいいだけだしあのまあちゃんと勉強しとけばね普通に順当にいけば3年生というか4年生にね単位はそんな残ることもないんでそれが一番ベストだとは思うんですけど大学生っていうのはねあの何があるかわからない <laughs> めちゃめちゃ真面目だったやつもあのすごい落ちぶれるというか勉強全くしなくなって酒に溺れるとかいうことも全然ありえますんであのぜひねこれから今 大学の合格発表とかあったと思うんですけどこれから大学入る方とかは単位だけはねあのどんなに遊んでもバイトしてもいいと思うんですけど単位だけはねちゃんとちょっとやれば取れるんであの頑張ってほしいかなと <laughs> 思いますはいそんな感じでした <laughs> そうこのね話ね僕ね卒業が確定するまでずっと温めてたんですよ <laughs> 実は <laughs>、まあ、これでね卒業取り消しになったらまあ 困るっちゃ困るけどまあおもろいっちゃおもろいからまあいっか <laughs> っていう感じでした是非ねあの参考にしてみてくださいとは言っちゃいけないかもしんないんですけど本当に困った時はなんか自分なりのやり方でねあのベストを尽くしてみてください後輩たち単位取得頑張れ <laughs> また。